はいどうもみなさん、こんにちは。ディーラー06メントスコーラです。えー、今日、本日で、本日ね、3本目の動画なんですけどもね、3本目の動画はマッスルショットとなっております。今僕ね、ブロッケン、今着ているブロッケンに行きまくってるんですけども、う3連敗しててね、もうめっちゃ気悪いんですよ、ほんまに。これブロッケンがつめちゃくちゃ強いんですよね、ほんまこのブロッケン、あのね、ブロッケンのブロッケンマンのドローいいかれてるしな、あれほんま。倒せないんで、今から腹いせとしてヘ,、えー、ヘラクエスファクトリーでね、 カオスをね、ボ、え、コ、ー、っていこうかなと思いまーす。カオスをボコろに入れようとしてなんですけど、ポンペのところはあの、角が、えー、必殺技単色の、ねえー、やつを作りたいので、えー、カオスいきたいなと思います。フレンドは、えー、ツナつなの木通す悪の道、ザ忍者で、パーティーは、えー、この、えー、異質なる悪の三ーが2体と、 青のの、ね、神がきたた鋼ックフェニックスで、えー、潜っていいいなと思いますそれでは皆様よろしくお願いします。それではカオス倒していきたいなと思います。これね、まあまあ、そんなにね、まあ、まあ、強くはないんですけど、秘書法があるとこの座忍者にね、フレンド同士座忍者に当てたらね、もう勝手にこはしまくってくれるんで、座、まあ、忍者に当てたらね、カオスは負けることはないかなというのは思っています。まあ、僕、かなり下手くそなんですけども、正直、まあ、キャラはまあそこまで弱くないかなというのは思っていましてね。 まあ、とりあえずプレイングとか知識もあんまないんですけどね。とりあえずザリンジャーに当てればね、勝てるってことは大体分かっていますね。今のところまあ8割方はね、まあ、勝ててますね。8割方はまあ、カオス勝てております。え、倒されへんのそれ。マジか。一旦無駄にしたね。一旦無駄にしてしました。これザリンジャーがとりあえずで行かれてるんですよね。 あんまり上で上に配置したら3段目の筋肉ンのラッシュでめっちゃ溶けるんでこの、このチビもね、このチビもやばい。これね、さっさと殺さないとめっちゃ食らうんで、このチビに。これゼリーみたいなやつはね、あれですね、関係ないっすね、正直。おいしょおいょよいょ、確認した。オッケーオッケー。 あのね、あいつのね、筋肉マンのね、ほんまにラッシュみたいなやつがどん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 来てね、だいぶやばいんですよね、火力が。あれね、速攻ね、皆さん、ジョジョった方がいいですよ。まあやんまりこれやってる人いないかもしれないですけど。いやー、フェニックス、お前、ザニンジャ様にやってろよー、フェニックスさん。次、僕のターンですね。うーん、僕のターンで何やねん、ジャンしる。 ちょこのね、ほんまにザニンジャーのね、ほんまスキルがやばいね。ほんとに友情、友情パワーが。ほんまに友情パワーが狂ってる。ザニンジャーの。これドリント戦といかんわ、ほんま。こうやってね、貫通のやつはこうやってゼリーのやつで止まるんですよね。こういう感じで。おどんどん来るね。とりあえず、ほんとにフェリザニンジャーやめればいいので。まあザ、ザニンジャー以外のね、僕のキャラも結構強いんですよね。これ,これ用のキャラで。 サンダーもね、結構キラー持ってるんで結構強いんですよね。これね、これね、本んやばいんですよね。この、このキンディグマンのラッシュがマジでやばい。ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ド,ドゥンみたいな感じで打ってくるんですよね。だから、周りにあんまり配置したくなかったんですけど、これしゃあないなぁ。いきますよ。ブルルッ。何やってんの君。何やってんの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 うわ、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥン。これめっちゃ溶けんねんな。3体ぐらい配置したらやばいよ、これ。 さっさとね、決着つきたいんですけどね、ほんと。とりあえずザ・忍ンジャに当てればなんとかなれるから。フェニックスもこれ強いよ。フェニックスも強いよ。早めにね、テリーマンかキンネクマンどっちから除去しないとタック技が飛んでくるので、これね、キクイオネマンが地味に強いんですよね、こいつらの火力が。なかなか、これやばいな、これ。助けてください。なかなかね、ヤバべになってきましたね。 いや、今のめっちゃ下手くそ。オッケーフェニックスいいよ。フェニックスいいよ。とりあえず牛丼はとりあえず確保して。牛丼を確保しつつ、ザ・忍者やってたいが、もうだな今のうーん、クリオネマン残りが来る。なんかこれは結構余裕っすね。とりあえずこれザ・忍者やっていれば、とりあえず殺せるから。おっちおっおっ体力も確保できたし、かなりいいっすね。 ここまで来たら負けることないんじゃないかなとりあえず最終フロアまで行ったら負けることほぼないと思うんで。あ、ここが結構強いね。割と結構ここで苦戦するんだよな。うーん、これどうしようかな。ザリンで二度と当たるから、ここでこうするか。こうしたら当たるから、おっておちゃおいいね、いいね、いいね、いいね。 こうゼリーボディも状況できたかな。バッファローマンとこいつらもね、早く殺さないとタック技が来るんで、早く上京できて。これマイケルかなんかベロボンとか忘れたけど、こいつのライスこれが結構食らうねんな。結構強いね、これも。いや、マジか、今の当たらん。えー、どういうことどう,どうなったのそこあったん。いや、見てなかったし、最悪やな、今の。いった無駄にしたわ。マジ、今のもったいない。 今の1ターンのロスはかなりもったいないね。これね、かなり食らうよ、これで。おっきゃおっゃあと、クリオネマンを除去して、次のラウンドに入る。これね、どっちか、んまあザリンジャーから入りたいね。ザリンジャーから入りたいね。ザリンジャーから入りたいから、このターン殺したくないけどまあしゃあないな。死んじゃったか。うわ、急して3つもだなー。 これはちょっと、しかもね、フェニックスを下にね、あんま配置するのはよろしくないなそこにフェニックスを配置するのはあんまよろしくないなうんまあまあ,まあいい、まあいいか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 。まあいいか。まあいいか、まあまあ、言うてこれゼリーでうんこ,、うん、こが出るだけやから、ザリンジャに当てればいいんで、サンダーの攻撃やろとりあえず、ここでこう当てて、 こいつを吹っ飛ばしまくる、まあ、いいんじゃないいいね、上に固まったね、まあ、こいつらの攻撃耐えてこいつがね、ほんま先さっきか言ってたけどベルモンとかほんまにまいてるか忘れるけどこいつが結構狂ってるんだよなよっしゃザニンジャのひささざいくわザニンジャのひささ強いねこれがこれでねザコは全員いそうできたかな あ何,何匹が耐えたな。でもザリンダの次友情で死ぬしてるな、これは。とりあえず、このキンマンだ、カオスのこいつのまあグレートが、まあ、化けの顔。あ、おめやばい、やばい、やばい、やばい。そんなに食らうそんなに食らうそれ。そんなに食らいますって感じだね。そんなに食らいますって感じなんだけど。

まあ、ここまで来たね、僕は負けることないかなというのを思ってますね。最初からね、まあ、YouTube 上にね、わざ,わざ,わざと見せたんですよ、今のね。ここでね、まだ相手て打たない。まだビセップをしていく。こういう感じで。ビセップをしていって、まあ、微セップじゃないんだけどゼリーボデ下手くそすぎひん、俺さっきから。 ジンディグ・マングレートのね、必殺技を皆さんに見せていこうかなと。うん、これで OK で。これで、あ、そう、カオスになってからあれか召喚してくるのか、めっちゃお前移動するやん。めっちゃ移動するやん。こういう感じでカオスになります。じゃあ、フェニックスをね、必殺技で止めさせちゃおうかな。フェニックスの必殺技で止めさすか。 フェニックスの久々強いよ、これ。デスボディシュート。これ強いよ。おらーめっちゃ食らったね。ほんと強いね。キラーついてたらほんと強いね。こんな感じでね、えかラやばれなかったんですけど、えー、まあね。まあ、ミセップですね、ミセップね。こんなね。ミセップのうちの一つの感じですね。こんな感じでね、フェニックスね、倒すことは、フェニックスタワーねでカオスね。 カオスくん、倒オスくんができたんで、ま、え、あ、ー、僕の勝利ということでね、えー、終わっていこうかなというのは、えー、思います、えー。で、カオスくんね、対戦ありがとうございました。それではね、皆さんご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、えー、コメントの方よろしくお願いします。他の動画も今日終ありていますので、そちらの方もぜひ見てください。それでは、さようなら。